皆さん、こんにちは。正直な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、会社員からの独立、起業がうまくいかない人の一番大きな原因は〇〇ですっていうことをお伝えしていきたいと思います。最近ですね、新規の方のご相談とかで多いのが、会社員からの独立起業で、どうしていくかっていうところのお話をね、ご相談されることが多いんですよ。で、もちろん起業したら、特に教室業とかで起業する場合には、集客とか自分を認知どうさせるのかとか、どういう道具が必要でとかいうのももちろんお伝えするんですけれども、お話を聞いていると、会社員からの独立起業の人って結構すぐにうまくいく人って少ないんですよ。で、なぜじゃあ私に相談されるんですかっていうと、私が会社員からの独立企業でやったタイプの人だから、その似てる境遇だからっていうことで相談されること多いんですよね。だけど、その方たちとかを聞いて、話を聞いていると、私と決定的に違うことが1個あるんですよ。で、それは、そこがないから時間がかかっちゃったり、うまくいきにくかったりするんだなっていうのは、何人もお話聞いてていつも感じることなので、今日はそれをね、動画にまとめてみようかなと思ってまとめてるっていうのが、今日のテーマになります。ではね、本題に入りたいと思います。会社員からの独立起業がうまくいかないっていうタイプの人の一番大きな原因は覚悟です。覚悟が不足してるっていうのが一番大きな原因です。具体的に言うと、覚悟って何なのっていうと、お金が稼げる、保証がないわけですよね、独立するとき。会社員って毎月お金もらえるじゃないですか、属していれば。ある程度、普通に仕事してればですけどね。その、安全と安心っていうところを、リスクを取る方向に自分の覚悟を決めきれないっていうのが一番大きな要因だと思うんですよね。だから、リスクを取れる人が基本うまくいく可能性は高いんですよ。リスクを取るっていうのは、稼げないかもしれないんだけれども、腹くくって稼ぐためにがむしゃらに頑張るっていう覚悟を持てるかどうかっていうところはありますよね。特に、本当にしっかり稼いでた人の場合は、なおさら手放す金額とかが多くなるから、もちろん辞める前に準備っていうのはしておく必要があると思うんですけれども、最近のね、ご相談で多いのが、会社の統廃合とか部署統廃合、会社の倒産とか、あとは年齢が上目になってるから、手のいい肩たたき、早期退職とか、そんな系が多いかな。ね、例えば、ライスワークとして、もしそこに残りたい、お金が手に入るから、それはそれで入り続けるからいい。趣味は趣味でお金を使うからいいっていう、切り分ける方はもちろんそれでもいいんですけど、仕事自身が生きがいがあって、やりがいがあって、楽しくないと辛いっていう人は、当然転職をするか、フリーにするかっていう道を選択しなきゃいけないんですよね。で、会社を渡り歩くっていうのは、今の昨今の現状の世の中で言うと結構厳しいんですよ。特に女性の場合が。不況の時って転職とか、お給料アップでいい待遇のとこに行くっていうのはほとんど難しい状態にはおそらくなっていくので、どのみち突然会社に言われた場合には、いい道を取るの難しいんですよ。突然ですからね。自分から準備をしておきながら辞めようということにする場合には、水面下ででも準備できるじゃないですか。起業のための、じゃあ、そうだな、ウェブサイトを作るとか、ブログをやるとか、副業的にダメって言われてるところでも、覆面の状態でもやれることって、いろいろあるんですよ。で、そういう準備を自分がいつ辞めようって決める場合には準備ができるんですよ。だけど、会社に言われるまでなんだか薄々気がついているんだけど、業績が悪いんだけど、見ないようにしてなんとか残れるギリギリまで入れればいい。これリスクを取らないって本人は思ってるんですけども、
突然会社から、はい、統廃合です、はい、倒産するんでやめてくださいって言われたら、ある時突然、まあ、路頭に迷うことになりますよ。まあ、特に会社都合で辞めるって言われた場合には、失業保険とかは出たりしますけど、掛け数がかかりますから、満額ではもらえない状態になりますよね。で、そこから慌てて職を探さなくちゃいけないんですよね、安定できる職を。っていうふうに考えると、やっぱり言われてから辞めるっていうのはリスクがすごく大きい。だから自分が安定的な状態をやってるつもりでも、それってそこに居続けることが実はものすごい大きなリスクだったりする場合もがあるんですよね。じゃあ飛び込む、私独立起業するんだって言って飛び込めない人、中途半端に、なんだろうな、例えば、パートとかでもいいんですけれども、やったりとかっていうふうにすると、本腰入れて事業にこう傾けてやることができないから、結局そこをパートを転々とするんですよ。お給料下がる、パートで縛られる、独立企業でやろうとしてたことも中途半端でできないっていう、できないスパイラルに入っちゃうタイプの人が多いパターンが、覚悟を持てない、自分の人生に自分の可能性をかけることができないっていう人が多いですね。これはだから安定的なサラリーマン、ないしは OL をやっていたタイプの人に多く見られる現象で、そこが難しいなっていうのを持っていて、もう話聞いてると数年そういうことを繰り返してる人多く聞きます。結局そのいくばくかのお金をもらうっていう立場を手放せないがゆえに、そこの安全を本人は取ってるつもりなんだけど、職を転々としてるうちにどんどんと履歴書が汚くなっていくし、経験がいい経験になる人は汚くなってないんですよ、それを売り物にできるんだったら。ますます雇う方としては、この人すぐ辞めちゃう人だよねって思ったら雇ってもらえなくなるから、どんどん職を転々するっていうのはリスクでしかないんですよね、基本的に。だけど何かその中で自分が本当にやりたいところへの道の資金を貯めるんだとかっていうのをね、頑張るっていうのも悪くはないんですけれども、だとしたらちょっとね、準備をするだけして、その道に飛び込んじゃって、スキルをすごく身につけて、早く事業が立ち上がるように努力しちゃう方が実は早かったりするんですよね。だから会社員やりながらやってる人が悪いとは全然言わないんですけれども、そこにいることが安心安全を買ってると思いきや、年齢がどんどん上がっていく、社会情勢がどんどん変わっていくという、しかもいつ首を切られるかわからないというリスクを抱えたままそこにいるっていうのは、まあリスク以外何ものでもないっていうことなんですよね。自営になりたいといずれ思ってる人にとってはですよ、もう会社とともに倒れていくの大丈夫っていう人は別にそこにいてもいいと思うんですけど、終わった時にまた考えるし、いい資産家にあるし大丈夫っていう人はそんな体制で構わないと思うんですが、まあ、会社員やりながらいつかは好きな仕事、じゃあそれが趣味で、料理なのか花なのかパンなのか雑貨なのかどれをしたいのか分かりませんけど、いつかはって言ってるいつかっていうのは、自分から主体的にそこの場を去るとか、何か一つ犠牲になるものを作ると早く叶いやすかったりします。で、ロスする時間が長い方が何かと不利です。教室業自体も当然年齢が上目になっていくと、だんだん体力しんどくなりますし、若い人とかがどんどんポーンと景気よくそこに入ってくると、そこの教室と比べられちゃったりすると、高い値段を自分が設定したかったらなおのこと、経験があった方がいいってことは、経験を経験する時期が遅くなればなるほど不利になるんですよ。だから私の場合の会社員は、確かに皆さんが会社員からの独立の経験があるからっていうことでご相談されますけれども、私ずるずると勤めながらやってないんですよ。準備はもちろん水面下でやってましたよ、会社員の時に。だけど辞めるって決めた時にはもう
全精力を集中しないと無理っていうのが分かってたので、下手にそのパート云々っていうところをなくした状態で、退職金もほとんどない状態の中で、緊縮財政を組みながら、なるったけ早く売り上げを立てるっていうことにして準備をしたから、まあ、できたっていうところありますよね。だから本とかにも書いてますけれども、開業当初から9割以上の席を埋めてスタートしてほっとしたっていうのを書いてるのは、準備を8ヶ月やってるからです。ブログを書いたりファン作りをしたりとかして、だから開業当初必要なのはお客様なんですよ、目の前のお客様。そのファン作りは別に会社員やりながらでも作れるので、時期は自分が決めてやめた方が計画的にできます。で、そこに残り続けることの方がリスクが大きいっていうのが、年齢が上がっていけばいくほどチャレンジするタイミングを失ってしまうのと、体力がなくなってしまうのと、あと早く立ち上がって早く独立して早く経済基盤が身についたとしたら、私会社員の時の5倍とか7倍とかのお給料を手にしてるんですよね。で、そう考えると早く立ち上げて早く軌道に乗せた方がよほどリスクが少ないんですよね。じゃあ辞めた時に稼げなかったらどんな覚悟を持ってたのかって言ったら、私の中で人生の中で一番仕事としてきつかった新聞配達ですね。それをやるっていうところまで覚悟を決めたから、うまくいかなかったらですよ。だからやったんです。それすっごいきつかったから、もう二度とやりたくないとか思ったんで、頑張れたっていうのはあるので、やっぱその自分の人生をどこの段階にグッとベットするかかけるかっていうのは、非常に結構大事な要因なのかなと思っていて、会社員をなかなか辞められない人、あと辞めることになったとしても、パートとかいろんな職業を転々としつつ、時間も取られながら、やっぱり本当は教室業っていうふうにやってる人で、3年以内でうまくいった人ってほとんど見ない。なんか5年とか7年とかさまよってるタイプの人が結構多い ですね。だから、その早くうまくいく人はやっぱりどっかで覚悟を決めてスパンとやめて、そこに集中をしてやってる人っていうのはうまくいきやすい可能性があるかなっていうふうに思っています。だから、会社員を辞めて独立自営でやりたい人は、早くうまくいかせたかったら、それをしっかり二足のわらじでずるずるっていうよりは、スパッとやめて、ダメだった時には、例えば一番ね、自分の中で嫌な仕事をそこまでしてでも新しく立ち上げるんだっていうところを設定する方が多分早くうまくいきます。はい、っていうのがちょっと最近何人もの方と面談をしていて、覚悟薄いいなって思いながら聞いていて、だから多分中途半端に二足のわらじ三足のわらじってやってるから、永遠にやりたい自営業フリーランスの仕事できないんだろうなっていう気がしています。はい、もちろんできてる方もいらっしゃるんですけど、少ないですね。はい、特に女性は難しいのかもしれないですね。心惹かれながら安全牌の領域であんまり傷つかずにうまくするりと教室業に行きたいって思うほど、会社のタイミングと自分のタイミングをうまいように測るのって結構難しいなっていうのは個人的に思うところです。はい、ということで本日のまとめをしていきたいと思います。会社員からの独立起業がうまくいかない人の一番大きな原因は覚悟です。覚悟の不足が、長期化、成功への道の長期化になってしまったりとか、あとは不測の事態で急に辞めることになるっていう、アクシデント的にどうにかしなくちゃいけなくなる、どのみち準備がうまくいかないっていう状態で辞めてしまうことになるので、自分が主体的に時期を決める、そして、それを辞めた場合でも一本でやっていくって、もしも決めた場合にも覚悟をしっかり持ってやりきるっていうふうに決めるだけでも随分変わるかなっていうふうには、いろんな方の話を聞いて最近個人的に思うところでした。はい、それでは頑張ってください。